はい、こんにちは、シャラスポーツです。皆さんお元気ですか？はい、今日もですね、軟式用 HOH スペシャルオーダーグラブが上がってきましたので、また検品の作業をアップしたいと思いますね。いつも通りこちら、はい、指図書に従って内容確認をしていきますね。はい、じゃあ早速見ていきますね。どうでしょう。いいですね。またこれ単一色ですね。ピッチャー用ですからね。はい。おお。素晴らしい。じゃあ順番に確認していきましょうか。こちらのモデルはモデル15ですね。ピッチャー用になりますね。ローリングスさんは番号ついてます。内野手用44、46とか外野手用8とかありますが、代表モデルこちらローリングス社さんの15番のモデルですので、サイズがローリングスの9ということは 30.5 センチ、インチでいうと12インチに相当しますね。ファーストバックのモデルで、ポケット位置はやや深め、ウェブ下あたりというふうなモデルになります。いいですね。はい、もちろん HOH スペシャルオーダーですから HOH ですね。はい、革がいいですよ。はい、カラーはリッチタン、代表的なカラーですね。はい、綺麗に仕上がってます。平裏はどうでしょうか。平裏はディアタンドカウハイドですね。こちらですね、ブラックで選択されてますが、ディアタンドカウハイドということは、オイル加工しっかりのしっとりした感じの雌牛の皮ということになりますね。はい、それから次にラベルサイズが一番でかいやつですね。 US モデル、5×7.5 のサイズになりますね。いいですね、これ目立ちますね。はい、それからレースカラー、レースカラーはこちらですね、ダークタン、ちょっとね深い色の単位になってますね。それからハミは切りハミホワイトですね。普通のタイプいいですね。はい、それからバックスタイルは先ほど言いましたファーストバック。ポケットスタイルはというとこちらですね。はい、純巻きノーマルヒンジで、ダブルバインド、まあ、ダブルレースと言われる、ダブル横閉じですね、一般に言うね。いいですね。はい、それからウェブスタイルは 2SO ですから、こちらですね、メジャーでよくありますね、ピッチャータイプ、2ピースソリッドというタイプですね。1ピース2ピースという格好ですね。これもいいですね。はい、それからヌイートカラーはこちらですね、アイボリーを選択されてます。はい、渋いです。指カバー、指当てはなしと。それから衝撃吸収剤もなしと。それからデュアルパームテックですね。こちら一枚側が中に挟んであって三重になってますが、ここにね刻印が入りますね。デュアルパームテックという格好ですね。はい、外からは見えません。それからあとは丸抜き加工はオーバル R のみですね。こちらミニオーバル R がウェブに入ってます。それから次は刻印は焼き印タイプですね。こちらの HOH のマーク、それからデュアルパームテック品番ですね。それからあとはファーストバックもすべて焼き印で処理してあるというタイプですね。はい、それからゴールデングラブラベルはいらないということで、焼き印のみがシンプルに入る形になりますね。はい、これで一通りですが、あとは名前の方ですね。刺繍加工についてはオプションになりますね。ファーストバックですのでここ広く取れますね。2段で、文字も多いですからこちらオプションという格好になりますね。はい、 OK です。いいですね。やっぱタンのカラー、それからローリングスのラベルっていうのがね綺麗ですよね。はい、それからこちらね、さすがオーダーだなというところですね。ファーストバックここ一枚側でなかなかこうパーンとね張った感じの綺麗な仕上がりってのは難しいんですが、綺麗に仕上がってますね。はい、このあたりもオーダーならではということになると思いますね。はい、ということで以上ですね。今日はですね、軟式用 HOH スペシャルオーダーですが、ファーストバック15番のモデルですね、ご紹介をいたしました。はい、それでは皆さん、さようなら。